みんな、今日は煉獄シャンウォーに勝ちてもらおうと思うの。ネズコ、それはいい考えだね。エメ、俺もかまど少年やネズコのように鬼化してみたいものだ。煉獄さんなら鬼化したらさらにパワーアップできますよ。お兄ちゃんの言う通りだよ。そしたら早速無邪様のとこに行こう。エメ、楽しみだ。いや、また鬼化するの。というわけで無邪様、煉獄ちゃんのことを鬼化してあげてください。無惨様、俺からもよろしく頼みます。エメ、無惨様、俺のことをさらにパワーアップさせてくれ。オッケー。煉獄さんは興行収入1位になったし、ご褒美に鬼化させてあげるね。今日もねずこちゃんも炭治郎くんも一緒に鬼化しようね。ちょっと待てや。無惨様、京次郎を鬼化するのは待ってください。ただでさえねずこや炭治郎が鬼化して視察隊出身のやつらがパワーアップしているのに、京次郎まで鬼化してしまったらさらに手がつけられなくなります。うるせー。がお前は煉獄さんが鬼化したらどんな感じになるのか見てみたくないのか。私は鬼化した煉獄さんが見てみたいんじゃ。文句あるか。いや、確かに見てみたいけど。というわけで無惨様に血を分けてもらい、ついに俺も鬼化したぞ。体中から力がみなぎってきて最高の気分だ。煉獄さんの闘気、完全に思考の領域に達しています。煉獄さんと一緒に鬼化することができて俺も光栄です。私もです。煉獄さん、これからも無惨様に頼んでどんどん柱のみんなを鬼化してもらいましょう。うんうん、それはいい考えだね、ねずこちゃん。よし、それじゃあこれからも柱のみんなを鬼化していくぞ。視聴者のみんなも鬼化してほしいキャラがいればコメント欄に書いてね。チャンネル登録と高評価も忘れずによろしく。それにしても無惨様、柱の連中を鬼化していくって言ったって、あいつら鬼のこと嫌ってますし絶対鬼になりませんよ。そんなことありませんよ、無惨様。次は私を鬼化させてください。いや、次を鬼化するのにふさわしいのはこの俺だ。俺も派手に鬼化したいぜ。煉獄さん、鬼化して羨ましいわ。私も鬼化したいわ。うん、無惨様、早く私を鬼化させてください。僕も早く鬼化してパワーアップしたいな。いや、みんな鬼化する気満々だ。